い、どうも、杉浦貴夫です。いや、最近ちょっとね、動画を撮ることがありまして、入ってくるのが早いの、ね、兄です。弟です。どうも、エクスボルトです。というわけで、はい、兄の杉浦太陽です。よろしくお願いします。セプトチャンネル、セプトチャンネルでございますけど、セプちゃん、セプちゃん、よく知ってるな、うん、セプちゃんにしていこうと思ってるんですよ。そう、その方がね、雰囲気がいいかもしれない、うん、ほんま。どうも、セプちゃんです。セプちゃん、カルボンちゃん、コプちゃん、コプちゃんで、ね、今日はですね、あの、こう兄貴来てもらってですね、レコーディングを、はい、18年ぶりですね、はい、やってみようかなと思って。やっぱセプトといえば音楽ですから、まあ僕もセプトの一員としてはちょっとレコーディングして、うん、セプトに貢献したいなと思って、うん、全く関係ございません。久しぶりにあの2人揃ったの、はい、Xbold という昔やってたユニットの曲をこの2020年バージョンで撮り直そうかなということでね。どうですか、コンディション的には。コンディションですか、うん、筋トレに最近来てなくて楽しみです。もうさっきからもうパワー溢れまくってるもんな、はい、このソファさっきあの1人で持とうとしましたからね。いや、好きあらば腕立て伏せしてます。はじめ、あー、力が暴れ、力が、はっ、レコーディングを差し込め。あ、さあ、レコーディング行ってみたいと思います。はい、行ってきます。やるか、ちゃんと手も消毒してきたよ。びちゃびちゃになるぐらい、さあ、久しぶりですな、この感じ。俺ここ初めてやわ。そうやな、うん、どの系の歌い方したい。せっかく2020年やからさ、その2020年の杉浦太陽の声でいいや。ここまでだって、そんなそんなだって、だって勝負だってんだ。この17年何があったの。いや、いろいろあったよ。いろいろあったな。あったよ、うん、あったあった。これを機になんか新曲とかやってもいいよな。おお、言う、そんなこと。作詞は高尾やって。やりますよ。曲も高尾です。ほとんど俺やないかい。え、詞ぐらい作れや。あ、詞ぐらいやる。イエーイ。君のもとに。それはもう、ファーストシングルやないか。じゃあ今日はとりあえずね、桜が咲いた。桜が咲いたを。うん。歌ってみましょう。さあ、というわけでレコーディング始めていきたいと思います。今日の音楽担当、ホトディはい、ホトジーです。よろしくお願いします。シリーズ化していきます。音楽者できませんが、よろしくお願いします。お願いします。音楽者できませんが、よろしくお願いします。ここからで、あの、まず先にお兄ちゃんを撮って、その後僕が撮って、あの、完成させていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。OK です。あー、終わり。はい、お疲れさまでした。どうですか ?18 年ぶりぐらいのレコーディングは。いやー、でも、昔はレコーディング3時間ぐらいしてた気がするから、多分もっとかかってたよ。もっとかかってたかな、うん、ただその分なんか溜まってた思いとかもぶつけられたから、うん、それは良かったかなと。やっぱあれちゃう、筋肉ついたからめちゃくちゃ声安定してたからね。声安定してた、安定してた、よかった。ちゃんと歌詞に動きつけた方がいいのかな。ちょっと太陽を強調したりとかね、うん、最高だーって叫んできたりね、うん、叫ぶよ言うてるもんな。うん、叫んでしまった結果こうなった。声かすかせもん。最高だー言ったらこうなったわ。じゃあここから私が。お、高尾さん。はい。お疲れ様でした。いや、すごいな。いやいやいや、一発撮りってすごいな。な。あ。いやいや、一発撮りしたみたいな感じしてる。やっぱ気持ちいいな。レコーディングすると一緒にやった方が歌える気がする。そうね、うん、ライブ慣れしてるやん俺はこれ、うん、こんなレコーディングでもそのライブの空気でやった方が楽しくやるよね。確かになんか向こうにお客さん見えたもん。久しぶりにね、こ う, そうなんかペンライトとかこういう、そう、懐かしいな、懐かしいな、ありがたいね。カーノンチャンネルでは、ちょっとふわっお花っていう感じでやってますけども、やってますけども、セプトの動画、そしてカーノンチャンネルでも、うちの妻込みで楽しくやっておりますのでね、はい、いい機会ができましたね、はい、ほんまにあのまたこういう機会があったらぜひ一緒にやりたいなと思ってますんで、せやな、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、だんだんめく街、人も景色もあっという間に
じだよ。諦めきれないことだらけでもいいだろう。追いかけて息切らすまで走るよ。そうだったんだ。ハッピーもアンラッキーもてっぺんを見上げる太陽、目標前に進むんだ。いつだって今日だって始まりを告げるように、街路樹の桜が咲いた。当時のこの、まあ、20歳超えてたけど、うん、青春みたいな。そうやな、うん、ママ20歳ぐらいだよ。俺がちょうど20歳ぐらい。そうやな、20歳か21歳ぐらいの時だから、うん、なんかもう2020年にいいチャレンジになったなと思って。そうやね、なんかこう、うん、まあいろんな戦いはあるけど、うん、こんな時期やからこそあえて桜を選んで、そう華やかな気持ちになってもらえたらなって思って、ね、これは聞いてね、そう夏だろうが秋だろうが冬だろうが出てね、桜がね、いいね、咲いてますよ。そう、みんなの心の中にで、これあの、ほんまの動画の方はね、本人のターモンチャンネルの方で。ターモンチャンネルはトリオな感じで、うん、まあ、ターモンチャンネルなんでね。で、セプトチャンネルは、まあ、音楽として、はい、ぜひ両方ご覧ください。はい、しまた、ご意見、コメント待っておりますので、当時見てくれた人、元気元気、みんな元気、俺たちは元気してるよ。39歳になりました。39歳。今だからこそできることをやっている。今までやってきたことをこう生かして、うん、そう、無駄なことは何もございません。かけてきた年月が今日を生んだわけですからね。そういうことです。ちょっとまたやりましょう、なんかこう企画でもコメントしたいみんななんか違う曲聴きたいとかあればね。そう、新曲聴きたいとか、新曲もし僕らのアルバムを持ってる人がいれば、うん、あの曲のあれ聴きたいとか、十何曲一応あるんです。あるんです、実はね、はい、まあやろうと思えばできるんですけど。できますね、はい、これを初めて聴いた方も、はい、まあ、こんな歌歌ってましたということでやらせてもらいました。
ぜひコメントください。はい。お願いします。というわけで、このね、セクトチャンネル、セクトチャンネルでございますけども、この動画をいいなと思った方は、グッドボタンと、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。はい。僕も高尾ブログもやってますので、はい。ぜひ、それもあの概要欄に載せておきますので、はい、ぜひご覧ください。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。なんてことないけど、しのろもどろで、散々なさるでも癒してくれる。すいません、お願いします。違う曲をすいません。